おはようございます。ただいまの出席議員数は21名であります。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問並びに答弁は簡潔に行うようお願いします。中川直美君の一般質問を許します。中川直美君。おはようございます。日本共産党市議団の中川直美です。コロナ禍が未だ深刻の中、コロナ対策をはじめ国会で議論すべき重要課題は山積みにもかかわらず、野党の会見長を拒み、1月召集の通常国会が閉じてしまいました。新型コロナ感染が落ち着いたかのようにも報道されていますが、これまでの新型コロナウイルスの蔓延で医療体制が逼迫、入院できず自宅療養中に亡くなる人が相次いでいるなど、深刻な状況は一向に変わっていないというのが現状であります。新型コロナウイルスの感染拡大は、これまでの経済効率のみを追求してきた社会の在り方をあぶり出し、日本だけでなく世界中にこれまでの流れでいいのかということを社会に突きつけました。日本はコロナでいかに命を守るべき医療が脆弱であったのかが明らかになりました。これまでの医療政策の在り方など、これまでの政治が進めてきたやり方への大きな反省と大転換が求められているにもかかわらず、菅政権は脆弱な医療体制の立て直しを行うどころか、病床削減推進法、高齢者医療費の2倍化法などの成立を強行、医療供給体制の縮小再編負担増による医療から患者を締め出しを狙うなど、とんでもない政治となっています。遅くとも秋には国のありようを大きく方向づける総選挙がありますが、このような政治勢力に政治を託すことができないということを強く述べて一般質問に入ります。
今回の一般質問は、国政や県政との関わりでの地方政治、地方自治がどう頑張るのか、ウィズコロナ、ポストコロナの中でどうすべきかといった視点のものであります。また渡辺市政も際どい市長選挙を制して、市政も丸々1年になるわけであります。政権が変わった直後はハネムーン期間、これ本来は100日っていうんですが、その期間も終わっていますので、大いに厳しい論戦ができるように頑張りたいと思っています。まず第一に、令和3年度の重点施策です。4月から2ヶ月余りしか経っていませんから、そんなに中身はないのかもしれませんが、特に地域づくりの拠点化、市長行政サービスセンターの拠点化事業、地域の活性、活力再生事業の状況及び今後の取り組み方向がどのようになっているのかをお尋ねします。2番目には、先の機会でも取り上げましたが、詳細が明らかになっておらず、調査検討するとしたものですが、この8月から介護保険の負担限度額が大きく変わります。特養などの入所者は、食費が 2.2 万円増える方も出るわけです。極めて深刻ですが、影響及び市の対応が必要ではないか。3つ目、柏崎刈羽原発の再稼働についてであります。この間、他人が ID カード情報を書き換えて不正侵入した問題など、重大問題が次々に発覚をしております。つい先ほども70数箇所の不備があるみたいなのもありましたが、この原発の事業者が、原発そのものを運転する資格が問われています。県内の実態、市長からも厳しい声が上がっていますが、市長の見解はどうか。原発の問題の2点目は、新潟県は 3.11 以降、2015年の12月16日に 風向きでどこまで放射性物質が飛ぶのかということ、100キロの四方にどう飛ぶのかということが、パターンを試算をしておりますが、佐渡方面については無視をされております。この問題については歴代市長にも言及をしてきていますが、佐渡方面のパターンについても試算させるべきではないのか、見解を求めたいと思います。4つ目は、佐渡航路、佐渡汽船についてであります。1番目、昨年、航路事業者である佐渡汽船の14億円の債務超過に対する行政支援を県の主導で決めて、佐渡市も 3.6 億円の増収をしました。最終的には債務超過額は8億7600万円であり、14億円を大きく下回り、当初と大きく変わったことについては、やはり市民への説明が必要ではないか、言うまでもありませんが、議会にも正式には知らされておりません。また情報共有のあり方としては非常に極めて問題だと思いますが、新潟県や各自治体とどのような協議がなされているのか。2番目です。急がれる船舶の更新、船舶の更新はカーフェリー、ジェットホイール、貨物船の日海丸などがありますが、これはどのようになっているのかお尋ねします。5つ目、私立病院の移転建設についてであります。新潟県の地域医療構想との関係ではどうなっているのか。2点目、県内二次医療圏の中で県立病院もなく、県による財政支援は最低限不可欠でありますが、新潟県の対応はどうか。最後に、コロナ禍による米価についてお尋ねをいたします。コロナ禍によるよって、米の在庫による影響で、このまま放置しておけば今年度の米価が大暴落になるというのが大方の見通しでありますが、状況はどうか。またこの米価下落を食い止めるにはどのような対策が不可欠なのか答弁を求めます。2点目、国連では日本も共同提案国になって国際家族農業年を延長しております。国連家族農業の10年とすることが第72回の国連総会で決めていますが、現政権の日本の農政の方向は真逆ではないか。この提案国にもなっているのはにもかかわらず真逆の方向だというふうに私は思うんですが、市長の見解を求めたいと思います。中川直美君の一般質問に対する答弁を許します。市長、渡辺龍吾君。
はい、それではおはようございます。中川議員の一般質問にお答えをさせていただきます。今年度より市長サービスセンターを拠点とした地域づくり、これを行うために市長行政サービスセンターに新たに職員や OB また OG を主体とした地域相談員と外部人材として地域保守協力隊の配置を進めていくというところで現在取り組んでおるところでございます。地域相談員については9地区決まりました。また外部人材としての地域保守協力隊につきましては2地区で今のところ採用が決まっておるところでございます。市長センター長と相談連携をしながら、まず地域づくりの現状把握、こういう点から始めているところでございますので、しっかりと地域と話し合いができる、そういう環境を作ってまいりたいと考えているところでございます。また地域の活力再生事業の状況でございます。これは市長行政サービスセンター配置の地域おこし協力隊のほか、現在各地域や団体に14名の地域おこし協力隊がそれぞれの活動を行っております。でまたこの市の募集以外に5つの地域団体でも地域おこし協力隊を募集しておる状況でございます。今後も人口減少に伴う地域コミュニティの弱体化などの地域課題、こういう部分を多様な目で解決するためにも外部人材を活用した地域づくり、そういう点から地域のにぎわいを取り戻していきたいと考えているところでございます。続きまして介護保険施設利用者の職域負担の問題でございます。令和3年8月から国の介護保険制度改正により利用者の負担額の見直しが行われるのは事実でございます。利用者の影響といたしましては収入要件に伴う影響として特別養護老人ホームなどの施設入所者約70人、短期入所サービスの利用者約130人に上ります。影響額は月30日のサービスを利用した場合施設入所者で月額21,300円、短期入所利用者で最高19,500円の負担増となる計算となっております。また預貯金要件の見直しに伴い被害等となる方も約130人おられます。最高で月額31,650円の負担増となるわけでございます。で今回の最大制度改正は負担の公平性と制度の持続可能性を確保するための改正であり、保険者である市としては国の制度に沿って進めていかざるを得ないと判断をしているところでございます。しかしながらですね、国の社会保障審議会においても見直し後の利用者への影響についての検証が必要と指摘されておりますので、今後の制度改正の影響等についてもそういう状況を注視しながら見ていきたい、注視してまいりたいと考えておるところでございます。柏崎刈羽原発の問題でございます。柏崎刈羽原発の不正侵入などの問題につきましてはもうすでに知事や他の自治体の市長またさまざまなところから非常に不適格であるというお話があるところでございますし、やはり私自身もいろいろお話をさせていただきましたが本当に誠に遺憾であるというふうに考えております。また担当の方が東京電力の担当の方が佐渡にもおいでいただき私とも 何回かお話をしておりますが、やはり私からはですね、原発が長期間運転されていない状況、そこの中で気の緩み等があるんではないかと。で気の緩みとは何かと申し上げますと、要はこういったことが常態化しているんではないかというふうに、東北電力には申し入れをしたところです。でその後ですね、新聞報道でやはり複数の似たような問題が出てきたということでやはり常態化していたんだろうなと私自身は判断しておるところでございます。全くもって今後どうなんだと考えておりますし、職員の意識改革また法令遵守の組織づくり、まずここからしっかり取り組んでいただきたいと私自身は考えておるところでございます。また拡散のシミュレーションおよび避難方法でございます。確かに30キロを超えて、50キロ圏内に佐渡はかかるかどうかというところではございますが、東北電力さんにもおいでいただいたときに申し入れておりますし、県の方にも市長会などを通して私はお話をさせていただいておりますが、やはり目で見える距離であるわけでございますので、やはりこの風向き等の影響を踏まえた場合、やはり避難の問題、そしてシミュレーションの問題を含めてですね、50キロちょっと超ではございますが、しっかり対応していただきたいということはお話を申し上げているところでございますので、今後も継続的にお話を申し入れていきたいと考えております。で佐渡航路の問題でございます。
債務超過の額の問題でございますが、2020年12月期における佐渡汽船の債務超過額は、航路事業単体で 13.5 億でございます。でその他他のグループ連結を合わせますと 8.76 億8億7600万ということになるわけです。ですからこの今回 の金額のご指摘につきましては、航路事業で考えるか、佐渡汽船、まあ、他のグループ会社もあり全体で考えるかという点での金額の差相違でございます。でこれまで新潟県および関係自治体と議論してきた点につきましては、地域公共交通の確保維持の観点から航路事業の実績で支援規模を議論してきてまいったことでございます。そういう点から新潟県とともに約14億の行政支援を実行したものでございます。状況のあり方でございます。新潟県と関係自治体とは毎月佐渡汽船と茜売却の動き、経営状況などについて直接協議をする場を設けております。また日々いろんな状況情報交換を今行っている状況でございますので、今後一定時期を目途にですね、議会へ状況を報告させていただきたいとも考えているところでございます。また船舶の更新でございます。今大きな問題になっているカーフェリー桶沢丸の代替問題につきましては、これは自己資金によって来年を目途にカーフェリーの建造を目指しておるのが現状でございます。ジェトールについては、建造の見通しは立っておりません。経営の状況を 見据えながらということで、判断がされるものと考えているところでございます。この線日課丸につきましては、今代替建造の必要性を含めながら検討しているという状況だというふうに聞いているところでございます。両津病院、私立両津病院の移転問題でございます。本年2月18日に行われた新潟県地域医療構想調整会議で改めて建設計画を説明し承認を得たところでございます。次に病院建設に関わる県からの財政支援でございます。現在規定に沿った支援は確実にいただけるものと考えておりますが、まあ、さらなる支援を求めるために県への要望はもとより佐渡市全体の医療への支援の意味も含めて離島振興法の改正、またさらなる支援の拡充について国への要請活動をしておるところでございます。やはりこれは離島の医療という部分をしっかりと検討しなければいけないという観点から、やはり離島振興協議会等での十分な議論が必要であるというふうに考えているところでございます。コロナ禍による米価の問題でございます。米価の下落の問題ですが、これはですね、まず大きく考えますと人口減少の問題、そして全体的な高齢化によるですね、消費、一人頭の消費量の減少の問題、これは食の多様化も影響しているというふうに思ってます。これが基本にありながら、やはりこのコロナ禍における外食産業の危機が業務用米の減少を起こしていると、ここが大きな要点になったというふうに考えているところでございます。佐渡米につきましては、米穀店や生活協同組合との、まあ、連携した販売によることによってですね、基本的に今消費者と結びつきの強化を進めてきた成果だというふうに考えておりますが、他産地と比べですね、主食用米、通常の米として、ご指名していただけるということで、今現在は大きな影響は、まあ、まだ、まあ、影響はございます、ございますが、大きな影響は、まあ、まだ大丈夫だろうというふうに考えておりますが、いずれにしろ米の問題は日本全体の問題でございます。これはやはりもう生産調整のあり方の需給調整、その辺から再検討が私自身は必要だというふうに考えておるところでございます。次に家族農業でございます。特に中山間地域においては重要な担い手だと私自身は思っております。そして、まあ、副業の形でですね、地域の農業農村を守っていただいているというのも事実だというふうに思っております。まあ、ただ議員指摘の国連での、まあ、家族農業というものと日本における家族農業というのはですね、若干違うのだろうというふうに私自身も考えておりますし、やはり国連における家族農業についてはやはりもう生活ができないというところまで追い込まれている。で、日本の農業はやはりまだ兼業が多いと
というところからですね、やり方はおのずと若干違うんだろうというふうには考えているところでございます。その中でやはり、兼業の方に本当に地域を支えていただいているというのは考えておりますが、担い手の高齢化、また、後継者不足、こういうものに対して、農業は継続していくということが必要だと考えております。やはりその継続するためには、個別経営であれやはりコストを抑えていくというところが非常に重要になりますので、個々の経営を維持しながらもやはり連携して、農業を維持する、そんな仕組み作り、が必要だというふうに考えております。この一つの今のモデルが中山間地域等直接支払い制度でございます。これを戦略的な活用を行いながらですね、個別経営体同士の連携、ここを進めてまいりたいと考えているところでございます。大変失礼いたしました。先ほど、東北電力と申し上げましたが、東京電力でございます。大変失礼をいたしました。修正をさせていただきたいと思います。大変失礼をいたしました。東北電力ではなくて、私とがお話したのは東京電力の担当の方でございます。大変失礼いたしました。以上でございます。質問を許します。中川直美君。それでは、今年度の事業の方からお尋ねをいたします。で、まあ、始まったばかりですから、しかし一部ではその UI ターンやあれはまあいっぱい増えてるっていうんだけど、その、外部人材地域おこし協力会10人中2人しか対応できないみたいなのもあるんですけど、それはどうしてですか。説明を許します。岩崎地域振興課長。はい、じゃあすいません、説明に変わります。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。10地区に対しまして募集をしております。で、現在市長の方から求め申し上げました2地区ということでございます。引き続き応募はかけておりますが、なかなか今現在応募していただけるところが見つかっていないというところで、そういった関連する企業等とも連携をしながらですね、そういった地域づくりにぜひとも参加できる方をご応募を再度募集をしておるところでございます。質問を許します。中川直美君。私が聞いたのは、例えば UI ターンが増えてると、企業がいろんなことで頑張って増えてるって言うんだけど、なんでここだけなのかっていう、どういう分析をしてるのかっていうことです。で、あなた方の募集によると、退任後についても今年の会計年度任用職員などを通してやりますというところまでやってるわけじゃない。ね、考えるってはすごく手厚いんだけど、なんで。答弁を許します。渡辺市長。はい、やはりそこは少し考えなければいけないと思いますが、 UI ターンの来られる方、これは今回今までの記録的に企業2月にあった企業の部分も非常に多かったわけでございます。それもあり、また生活環境の問題もありお戻りになる方というものもあるというふうに思っています。で、一方はこれは新しく若い人がですね、短期的に佐渡で地域おこし協力隊という形で取り組んでみないかということですので、少しその移住定住の数とここは直接リンクしないというふうに考えております。で、また一方でですね、少し雇用を募集する場合、決して多くが佐渡にポッと来るわけではないというふうに考えておりまして、この働き手不足というのは私自身は全国に動いておりますので、なかなかその簡単に雇用が佐渡に欲しいから来るというわけではないという現状もあると思いますので、移住定住の問題とその今の雇用の問題、全体的な問題が絡んでいるんだろうというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。2地区はどことどこですか。で、時給単価があなた方の募集によると1000と18円ということなんだけれど、間違いないですか。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。
2地区につきましては旗野地区と金井地区でございます。それから単価につきましては1000と18円になります。質問を許します。中川直美君。金井地区、参加った時も言いましたが、私は本来この地方自治の組織原則から言うとね、やっぱり市長や行政サービスセンターにそういったこう、ミッションを持たせるっていうのはやっぱり全国の実態の事例を見ても分かるように条例等でしっかり位置づけてる。で、束ねる人は誰かって言ったら副市長だって。今一体どんなことをやってますか、その2地区では。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。決定はしておりますが、7月からの作業ということで、今現在につきまして地域おこし協力隊につきましてはまだ活動ができてないという状況でございます。質問を許します。中川直美君。市長は今議会でその、初年度だからとにかく、市民と話を聞いてみたいなことで、本格的にスタートはしないとはいうものの、市長が冒頭当初に示したように地域を興したい OB、OG、外部人、他の、企業なんかも入れてっていうことになると、こう複雑なこう仕組みになるわけで、やっぱりそこをしっかり所管で管理する場所っていうのがいるんじゃないですか。金井の対策室は総務課のあれですが、波多野はどなたが管理をしているんですか。説明を許します。中川総務課長。ご説明申し上げます。波多野につきましては波多野地区の行政サービスセンター長が管理をしております。質問を許します。中川直美君。今年はあまり、進まないんでしょうけれど、やっぱりね、その地域協力隊集落支援員も入れるんだもんね、それに OGO で企業のも入れるっていうことが複雑になります。でセンター長だけがねやっぱり管理するっていうのは私無理があると思います。やっぱりでそういう意味で言うとしっかりした部署を市長作るべきだと思いませんか。答弁を許します。渡辺市長。はい、市長サービスセンターを一つのグループ化をしながらですね、そこで情報共有をして、切磋琢磨しながら地域のものをやっていくという仕組み作りは組織として考えたいと思っております。でそこを全体をですね、どのような形にしていくのか、例えば市長副市長の下に並列の形で、そこにトップを作ってやるのかというと、そこはこれからの議論になりますが、いずれにいたしましても市長サービスセンターがお互いに進捗状況を議論しながらですね、地域の在り方を検討できる、そのようなグループ、そういうものは、作りたいと考えているところでございます。質問を許します。中川直美君。言うぞって言ってありますが、言いますが、こう問題で本庁に行ったら、こういったどこの担当だったら、地域、最終的に地域振興課だって言うんですよ。地域振興課、コロナでいろんなことで忙しくてしょうがない部署にね、こう大切なミッションを私預けるっていうこと自体が無理がある。先ほど湯浅課長が手を挙げたのは実はそういうことなんですから、やっぱりそこはね、市長来年に向けてしっかり組織改編で整理するのかどうか分かりませんがね、やっぱり整理をしないと、企業の人材まで入れて地域作っていこうというんですから、と思いますが、そこでもう一つ聞きますが、今総合計画のあれを基本ねやってますが、こんな中にもやっぱりそういう地域をどう発展させていくか入れていくべきじゃないかということを提案をしたら、いや頑張ってやってみたいというような答弁が前あったと思うんです。でここにちょっと示しておきましたが、この総目ちょっと古いものですが、国はもともと人口減少の中で何をやれって言ってるかっていうと、人口が減るから小さな拠点で内発的なエネルギーを引き出す。今市長一生懸命外部から入れるっていうことは外発的な要素が強いんですよ。どうやって地域の内発的エネルギーを引き出すか、外から刺激があることによって内発が出てくるっていう、こういう構図ではあるんだけどね。で総合計画ではどのようになってるんですか。説明を許します。猪俣企画課長。
ご説明いたします。総合計画につきましては今策定中でございます。5つの 部会に分けまして、各々の部会の中身を今審査しようということで進めております。その中の一つで地域づくりの中も出てくると思いますので、防災から何から全部ありますので、そういった中でいろいろ議論をさせていただきたいというふうに考えております。で、今回その地域づくり、市場サービスセンターを中心としたということで進めておりますので、そういった部分も何らかの形で求めていく必要があるというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。ちょっと話がずれるようで恐縮なんだけれど、今その移住合流だって移住や UI ターンを進める、それはそれで私悪くないと思うんですよね。例えばふるさと納税なんか市の職員がやるよりも外部にやったフルナビみたいなのをやった方がいいっていうことがあるわけじゃないですか。そういう意味で言うと、そういったのももしかすると外部に任した方がいいんじゃないかっていう発想は当然出てくるんだと思うんだけど、なぜ内部でやるんですか。答弁を許します。渡辺市長。はい、手法としてはですね、内部に外部人材を入れてやっていただくという手法が一つ、そして外部に出すという手法が一つでございます。で、今そういう点につきましては、どの項目が、外部人材がいるのか、例えば DX の推進なんか私自身は市の職員ではできません。で、外に出すわけにもいきませんので、市の中に、プロといいますか民間の専門家を入れてですね、そこをチームを作ってやっていく形がベストだろうと思ってます。で、これは項目ごとになります。で、私自身はその項目を今洗い出しながら、行政改革ということになるのかもしれませんが、基本的に官ができることは官、民ができることは民へという仕組み作りを考えてまいりたいと思っておりますので、一個一個については今議論を重ねておるという状況でございます。質問を許します。中川直美君。私は官でやるべきだと思うんですよ。というのは、今地方自治一体何なのか、地方自治ってのは自らの力で自ら切り開いていくものなんですよ。外からのことで、よくしてもらうんじゃないっていうことで言うとね、やっぱりなんで移住定住 UI ターンをやるのかというあたり その哲学的要素というのかな、やっぱりそこはしっかり私は抑える必要があると思う。そうしないとこれまでの経済効率一辺倒、ね、ふるさと納税ならふるさと納税の額が上がることが最優先をされていて、ふるさと納税によって産品をどうやって作っていこうかなっていうようなことを地元の中でこうやっていって、失敗しながらやっていくっていうことが地方自治の私は本質だと思う。私ども古い議員なもんですから、地方自治の本質だということをずっと魂に置きながらやってるもんです。で、ちょっと気になることで一つ聞いておきたいんですが、財政課長もいるんで、市長はその今後の行政運営において、固定費を削っていかねえなっていうことになると、この間言われている地域、における、公共施設をどうするかっていう議論にやっぱり当然なっていくと思うんです。で、1人当たり15万とか20万みたいなわけの話がありましたが、地方公税の中で、学校1個あるとどのぐらい計算されてお金が来ることになってますか。どのくらいでいいんだよ。説明を許します。平山財政課長。どのくらいでいいんだよ。暫時休憩します。再開します。平山財政課長。
はい、ご説明いたします。学校ですが、小学校費、中学校費というものがあります。で、小学校費につきましては、学校1校の、単位費用の方、約950万ぐらい。で、中学校費、これ学校1校で大体890万ぐらいとなっております。質問入りします。中川直美君。それは平成元年の単位費用じゃないですか。私平成2年のものしか手に入らなかったんですが、小学校1校で1024万円、中学校が914万円じゃないですか。説明よりします。平山財政課長。はい、ご説明いたします。私今、はい、確かに議員おっしゃる通り平成元年度の分でちょっとお答えさせていただきました。元年度。質問をします。中川直美君。私が何を言いたいかって言いますとね、つまり人口だけじゃなくて施設の問題もなんですよ。で、私も古い議員なもんだ。昔の地方交付税というものは建物そのものも保障をしてた。例えば私が旧町の議員だけど、学校の寄宿舎があって、もういないんだけど寄宿舎残しておいた。なんでかって言ったら寄宿舎が交付税にカウントされるから。それはどこの市町村でもあった話なんですよ。ところが国が地方交付税を大きく変質をさせてしまって、地方交付税を国庫負担のように政策誘導型に変えてしまったことが今の地方の財政の在り方を大きな問題にしてる。で、地方6団体も本来は地方交付税っていうのは自由に使える金なんだけれど、国がトップランナー方式で国の言うことやったら金くれるよっていうふうに変えてることが問題だって言って、今地方6団体もまさに固定費もしっかり見ろっていうような話なんですよ。もう声明を出してずっと来てますが、そういう認識でいいと思うんですが、その地方交付税が一般財源化、あるいは変質をさせられたのは1960年あたりバブル経済の崩壊後なんだけど、その地方6団体が国の地方交付税のあり方について、もっと地方に財源を手厚くしろっていうことと、しっかり費用を見ろ、いくら人口が減っても基準財政需要額ってそんなに減るもんじゃないよっていうことで、意見を表明していると思うんですが、その辺は承知してますか。説明を許します。平山財政課長。はい、ご説明いたします。国の方ですが、やはり特にリーマンショック以降、別枠の経費とか、あとは合併団体においては、算定の見直しなどを含めて、そういった部分で自由額の方をある程度こう勘案していただいているという部分はあるかと思っております。質問を許します。中川直美君。あまり面白くないんで次行きますが、これ私自由だと思ってるんですよ。市長もちゃ別の意味で言ったんでしょうが、国に選んでもらえるように頑張るっていう話があるし、その流行り言葉じゃないが選択と集中、まさに人口減少社会の中で選択と集中でないとやっていけないよ。佐渡の選択と収集って言うんだったら、佐渡病院の前に人口全部集めればいいって言った昔の議員もいますが、まさにそういうことに究極がなりかねない、場合によれば離党も切り捨てられないということですから、ぜひね、固定費を減らす、もちろんそうだし、民でできることは民というのもあるんだけど、公でやらなければならないことをやっぱり公でやる。だから今回のコロナのことでも、日本は7割が病院が、7割が民間でしょ。他の諸外国はもう公的なものとして位置づけてるから、7割ぐらいが公立病院や公的病院だ。だからコロナの対応もしっかりできたっていうのが大きな教訓だと私だけなんてテレビでも言ってるんだけど、やっぱり今の医療政策などを進めてきたっていうのは私も問題だし、今国は2040年を目指して市町村を変えようっていう計画を出してます。まさに選択と集中ということですから、離島というハンディの多いところですが、こんなことやれたらとんでもないということで、ぜひそういったところも考えながら進めていただきたいなと思います。介護保険の関係いきます。これ
これ大問題だと思うんですよ。市長はまあ一言で言うと、まあ国のやることがしょうがないということなんだけど、住民税非課税世帯でしょ。住民税全員が住民税非課税世帯のところでいきなり食費が2000円近く上がると、これやっていけないでしょ。どうですか。で、住民税非課税って何ですか。説明を許します。吉川高齢福祉課長。はい、ご説明します。住民税非課税というのは、所得などが低いことから、住民税が課税されない方というふうに、認識しております。あと制度につきましては、国の、社会保険審議会などのところで、さまざまな議論が、繰り広げられた中で、この、今回の改正ならばやれるというように、国の方で判断したものでありますから、保険者としましては、国の制度に沿って、進めていきたいというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。先の答弁、確か東京なので70人、ショートなので130人だけで、全体で200人じゃないですか。で、ここに示しておきましたけどね、食費が2万2000円上がるんですよ。ちょっと一体いくらがいくらなんですか。説明を許します。吉川高齢福祉課長。はい、ご説明します。今現在1日650円ご負担いただくところを、今回の改正で1日1360円に、負担増となるものでございます。質問を許します。中川直美君。ちょっと無理があるんじゃないですか。今さっき言ったでしょ、住民税全員が全員住民税非課税の世帯なんですよ。課長が言った通り、税金も払わなくてもいいという世帯の食費がこの8月からポンと650円が1360円、ラーメンから刺身定食に変わるような話じゃないですか。今まではなんでこんな安かったんですか。じゃあ説明を許します。吉川高齢福祉課長。はい、ご説明します。施設入所短期入所 の食品につきましては、平成18年から、今回 の限度額というものを設けて減額しておりましたが、今回の改正につきましては、デイサービスなどの、在宅で利用をする方は食品については自費でご負担いただいているということもございまして、その辺の、公平性の観点からも、見直しが行われたものだと思っております。質問を許します。中川直美君。あなたっていうのは厚労省も言ってることと同じじゃないですか、ね、家にエアコンもつける、家にアパートも住んでる、部屋代がかかる、家に行っても飯食うんだから、違う、厚労省と同じこと言ってる。そうじゃダメなんですって。じゃあ200人の中で2万2000円上がったら住民税非課税世帯ですから、困る世帯ってどのくらいいますか。全員困ると思うんだけど。説明を許します。吉川高齢福祉課長。はい、ご説明します。今現在、昨年のデータから、人数のみしか、現在、人数のみだけのみ把握しておりますので、実際に困る方というところにつきましては、うちの方では把握できてございません。ただこの制度をで、入所継続が、難しくなるとかそういう方につきましては、現行の境界層減免などを適用しながら、そちらの方で、支援していきたいと考えております。質問を許します。中川直美君。競売減免制度っていうのはどこでもあるんだけど、いろんな福祉の場合はね、つまり、ここからこっちは対象になる、対象ギリギリのところ、この境界
については費用を負けるっていうんだけど、だから何人ぐらいいますか。住民税非課税世帯だと。説明を入りします。吉川高齢福祉課長。はい、ご説明します。今年度の協会性総減免の適用者は、5人になっております。質問を許します。中川直美君。今言うとこの200人の中に5人いるっていうことでいいですか。説明を許します。吉川高齢福祉課長。はい、今言った人数の中に含まれているということでご理解ください。質問を許します。中川直美君。協会減免制度があるということはきちんと周知されてますか。説明を許します。吉川高齢福祉課長。ご説明します。佐渡市 の介護保険の冊子などで周知しておりますが、今後今回の制度改正も踏まえましてさらに周知徹底していきたいと考えております。質問を許します。中川直美君。今国、今年もそうなんだけど社会保障の自然増はやめてもう一律に1300億円を社会保障費切るっていうのが国の流れの中でね。で協会減免制度そのものはあんまり知られていないし、本来困る人ぐらいはやっぱり何とか支障してやらないなんて思うんですよ、ね、さっき言った1日650円だったラーメンが1360円の刺身定食に変わるぐらいの値段なんです。同じもの食べててもね、誰一人取り残さないっていうのが SDGs の未来都市ですから、ぜひね協会減免だけじゃなくてねやっぱり市民に相談を受ける。で今年からこの6月15日に年金が支給されたけど年金が下げられたでしょ。本来ならば 0.5% 上がらないのに下げた。これなんで下げたかって言ったら GoTo トラベルで宿泊料が安くなったからって。年金受給者には全く関係ない話なんだね、高齢者の暮らしそのもの本当に深刻ですから、ぜひね困る人にやっぱり対応できるようにしよう。どうですか。答弁を許します。渡辺市長。はい、国の制度は、いろんな議論を経ながらですね、ただ今回やはり、今回の影響を注視するということも国も専門家の委員会の方で判断をしておるという状況でございますので、やはり我々もしっかりと状況を見合いながらですね、またご指摘のように相談窓口とですね、今既存の制度の中で最適な支援体制、そこを的確にお伝えしてですね受けていただくというところはもう必須でございますので、さまざまな制度全体を通してですねしっかりと市民の皆さんに寄り添えるような形を取っていきたいというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。例えば3月の議会のときに聞いたら制度の詳細が分からないって言ったんだけど、2月の時点でこういったふうに変わりますよっていうのは周知している実態いっぱいありますからね。8月が変わるっていうのは分かってるんですから。ですから国の制度、地方自治体の役割っていうのは国の決まった制度を国に代わって末端でやるっていうこともそうだけれど、国の悪性や変なことがあったらそれからどう市民を守っていくのかという防波堤の役割もあるんですよ。国が全ていいことをやるわけじゃありませんから。でそして市町村が頑張ってやることが国もああそうだなと言って変わっていく。例えば今回やってる第三種の270万円高のやつも本来あれも国がやるべきことなんですよ。フランスやイギリス少子化の国は全部国の制度としてやってた。ところが国がやらないから佐渡市が頑張ってやる。奨学金の制度も同じですよ。学費が今80万から130万円ぐらいだけど学費が高い、おまけに貧困の状況がある。これも本当は奨学金も給付型国を選んだんだけど、末端の地方自治体が頑張って国の政治を変えるという立場で私やってると思うんですが、市長どうですか。答弁を許します。渡辺市長。
はい、現実にですね、例えば環境直接支払い、農業のそういうものについては佐渡市の取り組みが国が採用していただいてですね、新しい制度体系が国でできたわけでございますので、国の言うことを全てそのままやるということではなくて、やることはもちろん行いますが、それに向かって現場での議論を上げてですね、国にしっかりと次の対応策を上げていくということが自治体の仕事だと私は思っておりますので、これはやはり職員と一緒にですね、言われたことをやるだけではなくて、国に物を申せる職員、その組織になっていくということが大事ですので、これはしっかりとまた議論しながら進めてまいりたいと考えております。質問を許します。中川直美君。今回は古い話ちょっとしようかな。旧町村時代、新潟県も110いくつの市町村があってね、有名な俺入り広瀬の須田村長だったかなと思うんだけど、なるほどなって思ったのは、私は職員にね、国の制度を斜めに読めって言ってる。国の制度はいいことばかりじゃないよ、だけど使えるとこは使おうぜ、そして国に穴開けていくんだぜ、こんな話がありましたし、私が旧町村にいた時のある町長は今でも伝説になってると思うんだけど、ある水産関係のものを、国会に要望に行った、その向こうが押してきたんですね。そしたら脇に職員ついてたんだけど、その時の町長はなぜこの事業は必要なのかということを正々堂々と口に泡を飛ばしてまでもね、大臣相手に喋ったっていうのが実は私がいた町での語り草になって、まさにそういうものでね、やっぱり国がいいことをやるわけではない、国にごませて金もらうだけがじゃなくて、国にもしっかりものを言っていく、こういうのが今の長寿地に求められているということを改めて言っておきたいと思います。そこで通告はしてないんですが、市長、渡辺市長に私変わって困ったことが一つあるんですよ。前 の, かあの市長ね、介護手当、寝たきり3ヶ月だとやる5000円っていうのが合併以前からずっとなってて、もうこれはもうちょっと上げるなんじゃないかと、いや検討しますって言ったらいなくなっちゃったんですが、市長はどう考えますかね。答弁します。渡辺市長。すみません、その引き継ぎは今私受けておりませんので、現段階で答えられる資料をまた考えはないというところでございますので、その引き継ぎにつきましては担当から、もう現実にどう考えているのか、現状がどうなのかも再度確認した上で判断をしてまいりたいと考えております。質問を許します。中川直美君。通告はしてなかったんですが、ただ、前の市長を介護手当月5000円というのがずっと20年以来続いてるんですよ。さっき言った年金も下がってるし、いろんなもの上がってるにもかかわらず20年来こうなってる。だって検討しますって言ったら、渡辺市長が勝っちゃうもんだから私困ってたんで今ちょっと聞いてみたんで、ありがとうございます。では次に行きます。今介護の問題もうちょっと本当の20年30年先行ってるわけですから、たとで市長がその子育てやるのと同じようにね、こうすれば介護はできるんだということもね、難しい課題だけどぜひね挑戦していただきたいということを述べて次に行きます。期待している方もいるので、原発の関係いきます。佐渡市議会では 3.11 以降原発の税関陳情などが出てほとんど否決されてたんです。ところが 3.11 以降2015年の、には5274筆の署名付きで陳情が出されて、議会では残念ながら賛成6反対13で否決をされましたが、それでも再稼働するんだったらしっかり検証しろよ、安心安全を最優先するんだよということで意見書を出しました。そして30年の9月議会にも3つの検証なしに再稼働が進めないことっていうのも議会としては全会一致で挙げております。でここで共通しているのは、拙速な再稼働はしないこと、十分な検証なしにやるべきじゃないっていうことが一つ、それともう一つはやっぱり離島であって逃げ場所がないから島民の理解も得てくれ、この二つなんですよ共通していることは。ですから昨日だかの地元紙の社説にも出てましたが、本来この6月に再稼働したかったわけですよ。ところがあれよあれよというとんでもないことが起きた。で再稼働にあたっては佐渡の声もやっぱり聞いてもらう必要があると思うんですが、市長どうですか。
答弁を許します。渡辺市長。はい、どこの意見を聞いてやるかというのは、実はかなり市長会等でもいろんなギリギリ議論をしておるところでございます。私としてはやはり当然目で見えるというのはですね、やはり相当なプレッシャーがかかるわけでございますので、単純な距離だけではないというふうに申し上げておりますので、そういう点も含みながら県の方にもお話をしていきたいですし、東京電力さんにもお話をしていきたいというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。ぜひね、県にもさ、シミュレーション言って やるように言ってくださいよ。この資料につけておきました、資料の1ページ、当時中部大学の武田教授が書いたもので、スピーディーが出したもの、スピーディーが出したものはここに書いてあるように佐渡沖まで来るって言うんですよ。で、じゃあどうかなと思ってここに書いたのは、改めてリアルタイム風向きっていう気象庁のやつ調べてみたら、6月3日の夜中ですよ。みんな外へ吹いてるじゃないですか、100キロ圏内ですから。ぜひね、佐渡にも風が吹いてるんだから3日間で来るってあり得る話ですから、なんでないんですか。伊藤防災課長。説明を許します。伊藤防災管財課長。はい、ご説明いたします。平成27年度に、県の方で、行った活断シミュレーションでは、まず100キロ四方、原発を中心とした100キロ四方の範囲で行ったということで、佐渡の範囲がほとんど入らなかったことが1点、もう1点は、土壌の沈着のようなデータも取ったということで、そもそも土壌沈着がない、海側は除かれたという2点によって、その時には範囲に入らなかったというふうに聞いております。質問を許します。中川直美君。これのこと言ったこれが一番最初に示したもんですよ。100キロで海はいいと、海汚染されていいっていう話じゃないでしょ。佐渡はこれからふるさと回帰で回帰じゃないけど、当該からも人来ていただいて安心で安全で SDGs の未来都市作ろうってんですよ。海が汚染されたら魚がダメになるし、こんな佐渡に移住したしょうなんて思う人いなくなりますよ。で、田園回帰、ふるさと回帰って言い方をするけど、都会から地方に帰る流れっていうのは 3.1 以降大きく増えたって言われてるんですよ。そういう意味で言うと、本当の人間の暮らしって何なのか、今までの孤立一辺倒もそうだし経済最優先がいいのかっていう流れの中で、ふるさと回帰、田舎志向が今生まれて私いるわけで、少なくてもね、佐渡の風向きだけ抜いてある、まあ、来なくたっていいですよ。少なくても、皆さんもこれホームページありますけど、やってみていただければ分かりますが、リアルタイムの風向きを気象庁で調べると、今この時期は佐渡に吹いてるんです、間違いなく。冬になれば向こうに吹いてるのはもう体感として分かりますが、市長どうですか。今ね、柏崎刈羽原発を再稼働するかしたいっていう意向が見え見えですよ、悪いけど。で、安全であるかどうか、そういった賛否は分かれるにしても、離島で逃げ場所のない佐渡だからこそ、やっぱりシミュレーションしてもらう必要があると思うんですが、ぜひ県に行ってもらうか、なんとかしていただけませんか。で、時間ないからやりますが、これが前にも何回もやってますが、福島原発事故のやつをそっくり単純に佐渡に、新潟柏崎原発に当てはめると、すっぽり温調も含めてこんな風になる。これ単純計算ですよ、ある方がやったもの。こういう状況があるんですから、ぜひ少なくても、風向きのシミュレーションをやってもらうように、強く言っていただきたいんですが、いかがですか。答弁を許します。渡辺市長。はい、今全く動いておりませんし、動く見込みも今のところ全く立ってない状況だというふうに考えております。そういう中でございますので、しっかりと防災の会議等を踏まえながらですね、シミュレーションも含めて、また避難のもう防災訓練も含めてですね、本当に佐渡で必要ではないかというところは私は申し上げていきたいと考えております。
問入りします。中川直美君。以前はその原発に関連してその避難計画を作るって言ってたんですが、伊藤防災課長、それはどうなりました？説明を入りします。伊藤防災関西課長。はい、ご説明いたします。以前は各市町村で、原発に関する避難計画、立てるという方向でしたが、5キロ30キロという区分が変わってから、30キロ圏外につきましては、立てる必要はない、義務として立てることはないというふうな制度は変わりました。今市町村28、柏崎と刈羽は大津川で入っておりますので、全市町村が加盟する研究会の方で、避難の計画について、今計画を立てているところでございますので、そちらに関しましても離党ということを申し上げまして、研究会の中でも議論をしていきたいと思っております。質問を許します。中川直美君。40年経って原発は動かさないって言ってたにもかかわらず、今度は40年原発もね、動かすとかね、カーボンニュートラルとか何だか知らないけれど、それはそれでいいけど、その中に原発やっぱり、組み入れてやってるっていうのが今の菅政権の流れですから。で、仮に再稼働賛成反対であってもね、いざという時何らかの事故が起こるっていうのはあり得るわけですから。人口、私が多分移住しようかなと思って、だい、あこ原発近くで目見えて逃げられないのとなったら、やっぱり今のふるさと回帰の思考で言えば選択の対象外から私は外れる可能性も強いと思うので、ぜひ市長、そのことを改めて、強く言ってほしいんですが、よろしいですか？答弁を許します。渡辺市長。はい、移住手順の場所、原発ってなんて言うの、周辺部にございますので、そもそもが日本全国で移住手順の中心になる場所の近くにあるというのも現状でございます。いずれにいたしましても、我々としてはやはりその万が一何があるかもう知れないということはもう今示されているわけでございますので、やっぱりそういうものに向かって対応していくというのは市民を守る立場としては当然のことだというふうに考えているところでございます。質問を許します。中川直美君。もう一機日本で原発がボンっていけば福島も広がってるし、日本中が汚染地域みたいに なるということですから、私は本来自然エネルギーに大きく切り替えていくべきだというふうに思っています。ただ県のホームページ見ても佐渡への風向きが一切ないというのは私は納得できないので、ぜひ強く言っていただきたいと思います。それでは佐渡汽船問題に移ります。資料にも示しておきましたが、さっき市長も言いましたけどね、単体ならば 13.5 億円ですよと言うんだけど、どこの報道を見ても 13.5 億円っていう言い方はしませんよね。 ですから8.76億円、これは大きくしたものがこれなんで、1カメさんこちらお願いしたいんですが、で仮に県とも話をしているとは言いましたが、本来県は 10.4 億円上越市のものも含めてやらなきゃ13億円14億円になれないじゃないですか。でこのあと今県が8億6300万円出してるけど、このあと残り出すっていうことは聞いてますか？説明を入りします。十二交通政策課長。ご説明いたします。14億の行政支援の負担割合について、県と佐渡市、それから上越市で負担するということに決まったわけですけれども、県と佐渡市、上越市で負担割合を決めたわけですけれども、県の方としては県の負担の部分を出している、佐渡市も佐渡市の負担の部分を出しているということで、今上越市の分がまだそこが出していないということで、県の方も上越さんの方に出していただくような調整を今も続けているというふうに聞いております。質問を許します。中川直美君。議会はそんなふうに聞いてませんよ。上越市は出さないとは言わないけど留保するんで、その代わり新潟県が持ちます。
っていうふうに我々聞いてるか、まあそれならしょうがねえだろうと、佐渡の立場もあるからということで議決をしたっていう経過は全然違うじゃないですか。課長、説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明します。確かに14億円決めた負担割合決めた段階ではまだ上越さん出すというふうな発言ではございませんでした。ですので県の方はそこの14億円を確保するためにその分も県の予算の方に計上したということですけれども、最終的には県の方は県の負担の部分を出してその上越さんの方には今後も含めてお願いしていくというふうに聞いております。質問を許します。中川直美君。新潟県が上越の分も含めて継承しましたか。してないでしょう。本当にしましたか。また継承したっていうか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。県の予算の方には、上越市の分も含めて予算計上はしたというふうに聞いております。質問を許します。中川直美君。予算計上すれば執行するのは当たり前じゃないですか。なんで執行しなかったんですか。つまり執行しなかったのは14億円いらなかったからってことになるじゃないですか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。実際上越市の分も含めて予算計上はしたんですけども、11月頃の、まあ、GoTo キャンペーンの影響もありまして、若干佐渡汽船の業績も上向きもありました。でその額若干上向きがありましたので県の方では債務超過の部分、これが、いわゆる上越市さんの負担分 1.8 億ぐらいとちょうど同じぐらいだったんですけども、その分回復したものですから県の方の判断ではその部分を外して県のもともとの県の負担の部分だけで支給したというふうなことでございます。質問を許します。中川直美君。議長も首かしげてますけどね、我々にそのこと言わなかったじゃないか。我々が 3.6 億円の増収を決めたのは1月ですよ。11月の交通キャンペーンでそうだったらもうちょっと減らそうかっていう話になったらなったじゃないですか、ね、この例えば1億円あれば佐渡市の事業何できますか。さっきの食費分ぐらいポーンと出せますって。なんだ、説明違うでしょうよ。こんなこと言わないでしょうよ。もともと14億円で県が10.4 億円持ちますよと、10億円も持ちますよって言うから、それはしょうがねえだろうと、佐渡市の立場もあるからと言って議会は予算議決したんじゃないですかね。あんまり別にあんた県の職員じゃないから、県の職員の給料も良くないから、まあ、県の肩持たなくてもいいんですよ。事実は事実としてどうなのかって。なんでそうそうこっちに出んなんのやで、課長困ってきましたが、ね、あれ聞いてないですよ、そんなこと。市長、答弁を許します。渡辺市長。はい、予算を決める議会に上程する段階では新潟県と合わせてですね14億出すということで上程をしましたので、上程して、皆様方にご説明したときにはあくまでも我々としては、14億出すということで上程をしたものでございます。でその後に、県からそういう判断があったということを聞いた上で対応を確認したところ、まあそういう課長から申し上げた話であったというのが全体の流れでございます。質問を許します。中川直美君。ただまあ上越が出す方向で今いますか。この6月定例会上越でもこの問題やってますよ。中身までちょっと見れなかったんですが、世界遺産の佐渡が世界遺産になるとついては西の玄関口の直越をイコールとしてどうするんだっていう一般質問の通告もありました。そこの中でも 8.6 億円の債務超過という要求になってました。
上越市出しますか本当に。出さないでしょうよ。説明よりします。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。上越市は現段階ではまだ出すということを決めてはいないと聞いております。はい、質問を許します。中川直美君。だからここに書いてあるように14億円いらないんじゃないですか。そういうことでしょ。出さないってことはダメだよ。こういうことでは新潟県と上越と比べても佐渡の予算財政は少ないんだって。自動で深刻なんだって。移住定住じゃない、さっき の食費1600円を1300円するのに、だって使える、なんだって使えるんだって。これダメですよ、こういう、そういう説明じゃ。本当どうするんですか。調整だね、調整、調整。調整で休憩します。どうするもなんか上手ですね。再開します。答弁を許します。渡辺市長。はい、先ほどから何度も申し上げておりますが、航路を守るという点で14億いると。で、もう一度ご説明いたしますが、やはり基本的にはですね、佐渡汽船の債務といいますか、資金繰りといいますか、やっぱりそこが非常に重要で、そこを守るためにどうしても14億いる、じゃないと次の翌年の経営が難しくなるという状況から判断しておるところでございます。で、その段階で、あくまでもその年末の方行ったときにですね、少し状況が良くなったと、だから上越さんの分は、まず県が建て替えるのではなくて、上越さんにお願いする形で、まず乗り切れると。いうところが一つあったというところでございます。しかしながら本年度も厳しい状況というのは見えておりますので、上越さんにお願いを県がしていくというお約束の下で我々は承知しましたというお話をしたところでございます。で、一方は上越さんについても今赤根の、補助金の返還問題もあるわけでございますので、そういうものも加味しながら判断するということはずっとおっしゃっておりますので、出さないと言ってるわけでもございませんので、我々は県とそういうお話をした上で最終判断をさせていただきましたので、現段階はやっぱりそのままですね、汽船が佐渡汽船さんが自立経営できるような形になっていくように、いろいろ議論をしながら進めていくしかないというふうに考えております。質問を許します。中谷直美君。ですから私も先ほどから申し上げているように、14億円その経営状況いるんだったら14億円やらなきゃダメでしょと。GoTo で良くなったけど、第一四半期も16億円の債務超過みたいな話もあってた。だったら上越が本当にやるんですかと。だけど毎月県と関係市町村で協議もしてる、課長も県やれと毎日の協議してるって言うんだけど、上越出すことに納得しましたか。で、GoTo 以降じゃないけど報道もされましたけど、第一四半期で16億円の超過債務ということで、以前よりも厳しい状況じゃないですか。だというなら上越の1億8000万円なければ困るじゃないですかね。佐渡市議会あんまりね程度は良くないけれど、こういう曲がったことはダメです。
他党としてやるべきことはやるし、航路を守るためには頑張りますよ。だけどしっかりした情報共有とルールの下でなければ市民に説明責任つかないし、ああ議会うまくだまかして通しときゃなんとかなる、これじゃダメ、そういうことじゃないですか。答弁を許します。渡辺市長。はい、このことが 8.76 円が出た時も県と、まあ、失礼いたしました、県が上越市の部分を出さないといった時も県とも同じような議論は私どももしております。その中で県の方で上越さんにしっかりと話をするというところで、しておるところでございますので、ご指摘の通り本年度も非常に厳しいわけでございます。でこの沖縄越航路を守るには当然県、佐渡市、上越さん、これが連携をしながら取り組んでいくのがもう当然の話でございますので、また県とお話をしながらですね、協議の中で我々としてもしっかりと対応をお願いしてまいりたいというふうに考えております。質問を許します。中川直美君。また市長ペラペラとうまい答弁をしたんだけども、やっぱりこういうことはしっかり型をつけるね、このことなくして前に進めないですよ。でこの間佐渡の立場でいうと県や佐渡規制の不信感が募ってるっていうのが本当のところでね。で今回でこの後のことがあったってまた騙されるんじゃないかって話になっちゃいます。じゃあそこで聞くんだが、今後行政支援欲しいという報道もあるわけですが、例えば5月15日の地元寿司では行政などへの追加支援を求めることを視野に入れる、債務超過16億円の時ね、知事の定例記者会見でも同社が行政などに追加支援を求める方針を示していることについてって言われているんですが、今後あったらどうしますか。答弁を許します。渡辺市長。はい、基本的にはですね、経営に対する支援というのは基本的には私は行うつもりは今現段階ではございません。ただ一方コロナの影響も踏まえてこの後ワクチンを接種状況、そして GoTo キャンペーンの動き、やはりそういうものも見なければいけませんし、またコロナが再度第5波第6波というようなことになっていた場合にはまた国の支援制度等が必要になるというふうに考えるわけでございます。その中で国県がどう取り組むかというところと一定程度考えを合わせていかざるを得ない。これを離島航路を守るというのは基本的に我々の判断だけではなくて国と県と合わせながらですね判断をしていくということが大事ですので、やっぱりそういう観点から考えなければいけないというふうには思っております。質問を許します。中直美君。時間がないんで、ぜひね、はっきりさせてください。佐渡市金もあるみたいな話ですよ。だから私言われてるんですよ、佐渡市に騙されたなみたいなことを実態関係者からはっきり言われてるんですよ、ね、あの方別に県の立場を守るんじゃ、ぜひね、私言いたいのは1年後県知事選挙です。これ何回も出しますが、佐渡から県知事をっていう旗が4年前立ってたんです。ぜひね、この後佐渡から新潟県知事、佐渡からじゃない人になるよりも佐渡で佐渡の理屈が分かってる知事だからこそやっぱり分かっていただきたいというふうに思うので強く言っていただきたい。次に聞きますが、上越が払うっていう話、上越もかなり注視して聞いてると思いますよ。払う気がないの変なこと言ってるなぐらいな感じじゃないかと私は思ってますが、沖縄越航路についてはカーフェリーを当面入れるんだけど、ジェットフェリーを入れるんだけど、カーフェリーはいつ入れるんですか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。今の段階では、2022年に、契約をしたいと、そうすると3年後に、竣工というふうな計画でいると佐々木さんから聞いております。質問を許します。中川直美君。世界遺産の関連で言えばカーフェリー でジェットフェリーもいいけど西から来てもらうということでカーフェリーがあって、っていうのも一つのチャンスではあるんだけれど、さっきも話からあるんだけど、例えばジェットフェリーの銀河が4月に就航しましたね。その時に本間営業部長はそのカーフェリーの導入については会社の状況が良くなれば検討すると新聞報道で語っておりますが、本当に良くなりますか。
ただまた22年に入れるって言ったんだけど、いい船がなかったですみたいなことでぐじゅぐじゅっとするんじゃないんですか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。我々の方としては佐渡汽船の方桶狭丸かなり老朽しているということで、22年に契約しないと間に合わないというふうなことで、聞いております。それからジェットホールについても、今は経営改善が最優先だということですので、経営改善の状況を見ながらまた考えるというふうに聞いております。オリコールの、オリコールの、はい、申し訳ございません。小木直江津航路のカーフェリーですけれども、佐渡市としては、カーフェリー3隻体制ということで、前から言っておりますので、佐渡汽船の方には、中古のカーフェリーを探すということをずっとお願いしておりますが、佐渡汽船の方も探しているということですけれども、今のところまだ見つかっていないというふうな状況だと聞いております。以上です。質問を許します。中川直美君。使ってないかってのはそれおかしいでしょっていうの。だから小木直江津航路に入った時に本間営業部長はその代替船のカーフェリーについては会社の状況が良くなれば考えますって言ってるんだよ。平気で良くなるわけないじゃないですか。入れないって言ってるのも当然の同意語だって私は聞いたんだけど、どうすんのと。つまりこれが上越氏も含めた4社のトップ会談の中では、あかね売却はいいけど、ね、当面ジェットホイールはいいけど、その後、カフェリーいるよっていうのが大前提条件だったから、これもいやしっかり果たすような方向じゃなかったら上越市持つわけないじゃないですかってことを私言いたいの。あまりにも無責任じゃないですか。会社の状況が良くなれば検討します。違うじゃないですか。説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。ジェットホイールについては確かに会社の経営状況これを見ながらということでしたけども、小木直江津航路のフェリーについてはそういうことではなくて、フェリー3隻体制ということでカーフェリーをお願いしたいということで、こちら佐渡市の方からも言っておりますので、その経営状況というよりもまずはカーフェリーを探していただきたいということでお願いしております。はい、質問を許します。中川直美君。だからこれ上越タウンジャーナルだと思うんだけど、その4月29日の時の取材の中で本間営業部長は会社の状況が良くなれば検討するって言ったっつ。副市長どうですか。こういう発言は空厚みだと思いませんか。副市長、外部取締役だもんな。説明を許します。碇副市長。はい、佐渡市で考えている方向に、特に、問題が出ているというふうな話は聞いておりませんが、今のところまだ具体的な話が出ているというふうには聞いておりません。具体的な、なんていうか、中古船等を含めた具体的なものが今提案されているということはないということでございます。質問を許します。中川直美君。私が言いたいのはね、私がまあこの営業部長にはなれませんが、営業部長に今後小木直江津航路の代替のカーフェリーはどうですかって、まあ、できるだけ誠心誠意を持ってやっていきたいというふうに思っていますっていうのが普通ですよ。真面目な方なんでしょうね。会社の状況が良くならないと無理です。もちろん大学良くなるなんて思ってないもん。そのことを言いたいんですよ。政策官どうですか。説明を許します。西坂総合政策官。はい、おそらくその報道におけるその本間部長のご発言というのが、今年ずっと緊急事態宣言も続いており、ちょっとその、佐渡汽船さんの経営改善というのもちょっとその進捗をちょっとおもんばかってのちょっと発言だと思われます。ただ我々としましては、カーフェリー3隻体制 の、
まあ、要望意向というのはその引き続きあの、意見も申しておりですね。でなおかつ佐渡汽船さんもやはり中古市場ですとかあるいはそういう、地方公共団体によるそのカーフェリーの売却動向そういったものも注視しながらちょっと今あの山積体制をどのように確保するかというのを検討していただいていると聞いております。以上です。質問を許します。中谷直美君。結局ね、佐渡汽船問題もどの問題にしてもそうだけど、まあ、だいぶ前だけどそのアメズメントで、その場限りの政治家たちみたいなあの講演があって見たけど、ね、その場限りぐだぐだ言って気づいたらまた変なことになっちゃう。そうじゃなくてやっぱりその場その場でしっかりけじをつけていく、このことがやっぱり私重要だと思うんです。時間がありませんから次行きますから、佐渡汽船がじゃあ債務超過を解消するにはどうしたらいいですか。答弁します。渡辺市長。はい、もう船会社ですから人を乗せるとここをもう一点につけてます。まあ、もちろんコスト削減という部分はもっともっとできるのではないかと考えておりますが、会社としての、まあ、コストといいますか削減しながらですね人をどうやって乗せるかともうその一点に考えていくということだというふうに思っております。質問入りします。中谷直美君。債務超過というのは赤字とは違います。だけど債務超過を解消するのは、まあ、分かりやすく言えば赤字が続く。そうすると資本が減少するんですね。資本が減少、それがマイナスになっていく。それがこの繰り返しで債務超過になっていくわけですよ。実はコロナの始まる以前から離島、全国の離島航路、佐渡航路も含めて本当に厳しい状況の中にコロナできた。医療も同じなんです。コロナの前から深刻な状況の中にコロナが来て、その前から実は医療崩壊が起こってた。だからそういう意味で言うと赤字を解消して黒字でいかないと債務超過が解消にならない。その見込みが極めて今厳しいと私は見てるんですが、総合政策官どうですか。説明を許します。西坂総合政策官。はい、今議員ご指摘の通り、まあ、昨年来からコロナの影響で確かに売上輸送人員というのが例年と比べますとやはり低いということはちょっと否めない事実だと思います。ただ一方で今佐渡市におきましてはこの世界遺産推薦を控えている状況であるのと同時に今観光客の戻りというのも非常にまあ、私も市内とか回っておりますと例えばその、まあ、登山客ですとか、まあ、自転車ロードバイクに乗っているお客さんとかそういった観光客を昨年と比べるとよく見かけるようになっております。であと、まあ、ワクチン接種ですとか、まあ、そういったそのいわゆるコロナ対策 の, 進捗も踏まえますと悲観的なシナリオだけではなくてですねある程度ちょっと回復もちょっと見込みながらちょっとその佐渡汽船の経営改善の状況を我々も注視したり協議の中でも例えばコスト削減ですとか誘客をするためにどのようなことが取り組めるかということで交通政策課も含めていろいろ注文とかしてなんとか経営改善の立て直しを図っているところでございます。以上でございます。質問を許します。中谷直美君。いずれ総合政策官は佐渡から帰ってって国土交通大臣でもなるんでしょうか。ね、こういった赤字の採算ベースの合わないものは切り捨てるっていうこの前の政治じゃなくてね、やっぱり必要なものは必要だ。で5月の定例記者会見で市長は新聞記者の質問に当たらないというのをして巻き舌でこう当たり前に本来国があるべきだっていうのをね、離島振興法だよ、うんうんと喋っててきて、すごいなと思ってちょっと見てたんですが、ぜひこういった観点でも国がやっぱり責任を果たすように動かしていきましょう。で、時間ありませんから、県議会の状況です。資料を5に書いておいたのが当時、この県議会、議事録に載っている県議会を報道したものです。で、県議会の中でまず気に入らなかったのはね、まず、佐渡市が決議をしました。議会が佐渡市の決議は佐渡市議会の決議は趣旨の重さを共有してないって言うんだけど、読んでいくと佐渡市議会が言ってることどんなことこう大体言ってるんですね。ね、何が共有してないんだかよくわからない。で県議会見たらもうあの時はやってくれましたが、この6月定例会では佐渡汽船のことはいっぱい質問ね一つもなかったで、
喉元過ぎれば暑さ合わせられるじゃないけれど、ぜひね、県にやっぱり支援しっかり責任を果たしていただくと。で、ここに書いてあるようにしっかり県がチェックをすべきです。で、平成16年、19年、18年のあの時の債務超過にも大株主として県がしっかりチェックをしました。その時の額とは雲泥の差の債務超過です。それ以前にもう会社が潰れかねないという債務超過ですから、しっかり県に、以前の債務超過と同じ時のように検証すべきだということは伝えてありますか。毎日合わせてやってんでしょうよ、検討。答弁を、説明許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。県の方は主体的な立場となって、検証をお願いしたいということはこちらの方からも伝えております。質問を許します。中川直美君。伝えてあるっていう意味ね、あるっていう意味ね。もう一度。はい、違うね、どうなの。もう一度答弁。うん、じゃダメ、違う。しっかり答弁してください。はい、説明を許します。十二交通政策課長。はい、ご説明いたします。佐渡市の方からも県が主体となって、検証をお願いしたいということは伝えてあります。質問を許します。中川直美君。もう病院もやりたいのでここでまとめますが、資料6にありますが、昭和22年緊急質問が今回出てます。この児玉龍太郎さんという方はここに下に帰ってきましたが、議長を長くやってた方、この時の議長なんです。議長が副議長に演壇を変わって佐渡汽船問題をこれやったんですよ。で、増床するときにどういう立場でやるんだと。だったら県は当然全額出してもいいんだけどな。で、佐渡汽船の成り立ちは以前も紹介しましたが、やっぱり県が全責任を負う。で、この議事録にも書いておきましたがね、出資比率が変わっても県の責任を果たしますよっていう佐渡出身の県知事が言ってくれてるんですからね、ぜひ捜査していただきたいと思います。で、もう一つ言います。昭和37年の時、佐渡汽船結構横暴だったんですね、調べてみたら。じゃあ佐渡汽船が上場したのは何年ですか。説明を許します。十二交通政策課長。すみません、何年かは、今ちょっと私の方では確認できておりません。質問を許します。中川直美君。総合政策官か副首相かありますか。説明を許します。伊海副首相。ちょっと上場年まではちょっと把握しておりません。質問を許します。中川直美君。どこでね、県の関与が弱くなったのかちょっとかなり調べてみたの。これ私の推測ですよ。で、42年に佐渡汽船で初めて川べり佐渡丸っていうのを作るんですよ。で、43年の9月に上場してるんですよ。それまでに増資やどん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 やってて、昭和39年3月では1億円を2億5000万円に してると。で、43年9月に上場して翌年の6月にも2億5000万円を5億円に増資してるんですよ。でも県が面倒見てるんですよ、一応。この時から県の関与は文脈的に見るとね、なってる。でね、もう一つだけ、佐渡汽船問題で言っておきたいのはですね、昭和37年新潟県議会誌のこのように書いてありました。佐渡汽船改革、かねて佐渡汽船の経営に強い不満を示していたが、4月の役員会に、知事も出席をし、役員会に知事が出席したんですよ。非常勤役員の入れ替え、人事の刷新、経営委員会の新設などを求めて人事刷新の第一弾として西崎水頭長が専務取締役として送り込まれた新潟県議会誌372ページに出てますけど、つまりね、このぐらい物言う株主として頑張っていたわけであります。
ぜひね、副首相も外部取締役として入っているんですが、この例えば先ほどの14億円なのか、8億6000万円なのかも含めてね、やっぱり金もあった以上は、責任責任を果たす必要があると思うんで、そういう立場でものを言っていただきたいんですが、どうですか。説明を許します。以下、副首長。はい、私の寄って立つ立場は佐渡市でございますので、佐渡市の思いを佐渡汽船取締役会におきましても、その都度発言をしていきたいと考えております。質問を許します。中川直美君。ぜひ、お願いします。病院問題いきます。市長の答弁にもありましたが、新潟県の地域医療構想の中に両手病院入ってる。で、前の指定の副市長の言い方でいうと、地域医療構想を先取りした計画だということなんですが、現在 病床数がいくつになりますか。説明を許します。伊藤両津病院管理部長。はい、ご説明します。現在両津病院、病床数は99であります。うち稼働は60で、この60は、急性期一般病床でございます。これが、地域医療構想の中では、急性期一般病床が20で、回復期30、療養10ということになっております。質問を許します。中谷直美君。つまり医療構想を先取りをしたということでいうのは、基準病床は99だ、それが60になる。地域医療構想なんてのは今 の菅政権にある病床を減らす、病院を減らすということです。もともと両津病院はいらないというのが国の計画ですから、そういう意味で言うと減らすわけですから、だから資料にあるように地域医療構想における確保の基金を使って金をいただけませんか。説明を許します。伊藤良津病院管理部長。はい、ご説明を申し上げます。新両津病院建設につきましては、現時点で想定されている県の補助事業メニューとしましては3メニューございますけれども、その中で今おっしゃられました医療介護総合確保基金、こちらの方も充当できるという形で事務方の打ち合わせは進んでおります。これは基準通りのものですので、しっかりといただけると確信しています。質問をします。中川直美君。厚生年病院が病院建設するときに、県に金出してもらえって言ったら、県は嫌だって、なんで嫌だって言ったら、あれは私立じゃないですかと。で、今度は私立病院、佐渡市の公的病院をやるわけですから、金を出してもらうなんだ、もらうと もらっても何一つ罰は当たらないと思うんですが、先のこの基金と本来県は一体いくら出しますか。説明を許します。伊藤良津病院管理部長。ご説明をいたします。現在計算されている中では約4億4700万円強と考えております。質問を許します。中川直美君。それはざっくり言えばルール分だけでしょ、ね、ルール分だけですよ、ね、船を買うときも佐渡市が金出す、ね、厚生連の病院建てるときも佐渡市が金出す。これ21億と30億円で50億円金出してるんですよ。もうちょっともらってきませんか。説明を許します。伊藤良津病院管理部長。はい、ご説明を申し上げます。一執行部としてもちろんそういう気持ちはございます。ただ佐渡市全体の医療体制を維持するという形での支援、あるいは離島振興法等による離島枠の医療体制というところへの支援というもので、維持可能な持続していけれる医療体制への支援というものをぜひ考えていきたいと思っておりますし、市長もそういう形で、要請行動をしていただいているところでございます。質問を許します。中直美君。なくても県内の医療圏の中で県立病院もなく、ね、離島なんだから、ここで完結するにしてもしっかり県が負担をすべきであると。
市長は5月の定例会で、離島振興法やの立場で国や県外の当たり前だと言ったと、その立場をぜひ貫いてほしいということで終わります。以上で中川直美君の一般質問は終わりました。午前の会議はここまでとし休憩といたします。午後は1時30分から再開いたします。